細川沖明は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。細川忠興の次男。母玉が、アジハニの遊兵中に誕生。一時期、叔父細川京元の養子となった。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、父や兄忠隆と共に参陣して、先行を挙げた。同年の冬、父忠興がその先行を称されて、武全国。 文語国三十九万九千国に数を違法された。後、慶長六年十二月に出本した京元の後継として小倉城代を任されている。慶長九年に兄の忠孝が感動、廃着された。慶長十年、それまで徳川氏の江戸人質を務めていた弟忠敬が着手となることが決まり、その身代わりとして人質となるために江戸に向かう途中で、 細川家から出本、京都県人寺に入って停発してしまった。その後は家で、独自の領地を持っていた祖父の雄才を頼って暮らした。この頃の京都には、雄才のもとに、同じく出本したおじの京元、長兄で拝着された、ただ宝が集まっていたことになる。慶長19年からの大阪の陣で、豊臣市に味方し大阪城に入城、道明寺の戦い、天皇寺、 岡山の戦いなど奮戦し評判になったが、豊臣方は敗北したため戦場を離脱し、細川家家老松井氏の母大寺、伏見の東海山通り院にかまわれる。忠興は除名を許さず、6月6日、通り院で切腹した。解釈は派遣された、松井右近太夫が務めたとされる。徳川家康より斜面の話があったが、忠興がそれを断った、とも伝わる。 細川家の菩提寺ほかどの地にも、沖焼と断定される墓はない。しかし、沖焼と同様に、慶長12年に出本し、その後行動を共にし、大阪にも牢上した、細川家元重臣の米田忠樹は、戦後だいぶ経ってから起産を許され、二千国を与えられ、島原の乱などに活躍して、地業一万国まで増え、後に代々過労職を務めた。 このことから、沖明は、実は、忠沖の密命で、剣物に助けられて、九州天草に逃れ、子孫は庄屋になったとの遺説がある。ただし天草は一度として、細川漁にはなっていない。ハットヤス、28ページ、215ページハットヤス、79から82ページ。ありがとうございます。